この部分なんですけど、既製品だと厚みが0.1ミリぐらいとか0.15ミリっていうのが推奨って言って書いてあったんですよ。メーカー 3D プリンターの、メーカーの方にも0.1ミリから0.15ミリのがこのタイプには使ってくださいって書いてあったんだけど、ちょっと早くプリントをしてみたかったっていう感じだったんで、通販でないとちょっとこの私の住んでる地域だと買えないから困ったなと思って、似たようなのないかなと思って、たまたま私はダイソーに行ったんだけど、こういうやつですよ。大量の書籍もかさばりにくいっていう、こういうやつあるじゃないですか、ファイルに入れるやつ。こういうやつ。これが、中にはこのやつが、半透明っていうやつ使っとるのもあって、だからすっごい透明じゃないんだけど、これ2枚あるから2回分使えるんですよ、意味合いとしては。で、これで、完全に透明じゃないんだけど、これ、しかも0.1ミリからすると、0.03ミリぐらいだから、3倍薄いですよね。3分の1の厚みだから、多少、このクリアでなくても、透過率は、ギリ同じかなっていう感覚になったので、試しに貼ったら、比較的、貼れたんですよ。それで、こんな音ですよね。ロックバンドとかのドラムみたいな音がする。これどのぐらいの薄さでこうだからこんな音するのか分かんないですけど。で、これだと、これは30枚って売ってるんだけど、ものによってはこれ15枚とか25枚とかいろいろ売っとると思うんですけど、で、素材があれですよ。だから、素材が重要かなと思って、素材がここに、ポリプロピレンって書いてあるじゃないですか。これがポリプロピレンなら、ギリギリプリント用のこの樹脂ですよね。私の場合はこれだったんだけど、これですよ。少なくともこれ。これに関しては、大丈夫かな。これし、なんか見る。HDPE って書いてあるから、HDPE ですよね。ポリなんとかっていうやつですよね。なんか PP だからギリギリ大丈夫かなと思って、PE ではないんだけど、PP だから大丈夫かな。多分 PP に類するもんだから、近しいから大丈夫かなと思って、これもあれなんですよね。出力してみて分かったんだけど、これ表面にちょっとつくんですよ。真ん中にプリントしてたんだけど、こうやって見るとここら辺にちょっとあるかな。見にくいかな。これ、跡がついてるんだけど、ちょっとすごくうっすらと。だからこれ、終わった後にアルコールで洗ったら表で綺麗になったんで、これの樹脂に関しては、この樹脂に関しては、使えるか使えないかはちょっと好みによると思うんですけど、ただゴム臭いですよね。ちょっとゴムライクなのかなと思うんですけど、原型的には、ヤスリが立つのであれば、問題ないかなっていう感じですね。だから、これが比較で良かったですね。洗浄には。これすごい綺麗になった。こういう、容器に入れて、ちょっとそのままになってるけど、ちょっとこれギューってやって、だいたい綺麗になりました。こうやってこれやっただけで、だからつけ置き洗いってどこまでつけ置いていいか分かんないんだけど、比較的具合良かったですね。アルコール無水エタノールですよね。メタノールじゃなくてエタノール、
無水エタノールの 99.8% ってもうほぼかなり純度の高いやつなんだけど、だからエタノールだから比較的安全性は高いですよね。まあ比較的そ、まあ、ちょっと高いかもしれないんだけど、メタノールよりは。そういう意味では工業用のエタノールだからちょっと安いか高いか、飲料用のやつよりは高いかも、あ、安いかもしれないんだけど、さ、高いかな。まあだからこれで比較的使えたから、あのなんかもう一個あの専用の洗浄液っていうのを売ってるのが書いてあるんですけど、インターネットだと。それだとなんか人体に危険を及ぼす成分が入っとるらしいので、それを考えたらまだこっちの方が安全かなというやつですよね。ただこれもエタノールで 99.8% だから危ない危ないですよ。火つくからね、これ。だからそっちのやつの多分火つくんじゃないかなと思うんだけど、違うんかな。火つくかどうかは分からんけど、ガスがやばいっていうやつだと思うんですよ。あの蒸発する、これはこれに火がつく、あ、火近づけると引火するから、ガソリンほどじゃないけど、そういう意味では危ないですよ。だから密閉した部屋の中でこんなん充満させちゃったら酔っ払ってしまうからね。だからこの、作業スペースが倉庫で窓開けてっていうか、ドアちょっと開けてやってるんだけど、そうするとアルコール臭いですね。だから開けとかないと危ないかもしれないですけど。で、現状アルコールで拭く分には、まあ、こういう部分もそれなりに、まあとりあえず、まあ、だから中古だからある意味雑に扱っとる部分があって、ちょっとその使える使えないに関してちょっと具合がいいか悪いかも言いにくいんだけど、まあ、ただ中古だったからか知らんけど、ここのところがなんか剥がれちゃってたね。ここのところがなんか剥がれてて、中の基板が見えたのに、このメーカー基板も売っとるんですよ。なんで基板売ってるんだなと思ったら、ここが剥がれるんですよ。多分ここあるじゃないですか。ここのとこ。ここのとこから樹脂が漏れて、ここに両面テープで貼ってあったんだけど、ここのとこが、すぐ取れちゃうんじゃないかな。この両面テープで貼ってあるところが、ここが、ここのところが両面テープで貼ってあるんだけど、ちょっとこぼれ、樹脂をこぼす、それ多分アルコールが、樹脂アルコールが入ってるんでしょうね、これ多分アルコールっぽいものが。で、剥がれて中が見えて基板が壊れたって言って、だからそれ用のやつを売ってるってことだと思うんですけど、あ、ちょっと戻らんくなっちゃった。だからこの LCD のとこが汚れないようにしないといけないんだけど、だからこのシートのところの、これは、ちょっと、樹脂のカバーが、これ中で書いてタブレット端末のカバーのやつで使えるんかなと思ったりするんですけど、こう、表面をカバーするやつあるじゃないですか。iPad とかなんとかパッドを表面を保護するやつでギリ使えるのか一応わかんない。問題はあれですよね、光効果だから、おそらく紫外線関係の波長を変えるようなやつが乗っかっとるとちょっとやばいかもしれないですね。現状わかるのはそれぐらいなんですけど、まあとりあえずこれは、これはバットには使えないわけではなかった。多少は使えたっていうことかな。だから器用な人だったら問題ないですよって。ただ薄いからね、すごい薄いから、既製品のは 0.1 ミリだから、それの 0.1 ミリからするとこれは 0.03 ミリぐらいだから、あまり得意じゃ、こういう作業が取り替えるとかの作業が得意じゃない人は売ってる厚みの厚いやつの方がいいかもしれないですね。それぐらいかな、現状確認できたのは。まだちょっと不明な部分が多いから、これぐらい程度しか分かんないです。以上です。